まあ、FIJ っていうのをまあ立ち上げて、で、まあ、時期的には最初にその総選挙っていうのがまあ、あったわけですね。で、まあ、なんとかやらなきゃいけないということで、で、まあ、ご説明した通り、FIJ というのは、ファクトチェックはやらないんですっていうまあ立て付けなんで、で、私はまあさっきご紹介いただいたような別の団体を作ってたんで、まあ、じゃあそこでやりましょうと。で、それがまあ、今、インファクトなんですけど、当時はアイアジアという団体を作っていて、で、そのアイアジアという団体名自体はですね、何かというと、そのアジアプレスという、まあ、石丸次郎さんがやってる団体があって、まあ、そのアジアプレスと一緒にやりましょうっていうような、こう、まあ、兄弟団体みたいな感じでこうやるわけですけど、とか、やっぱり石丸さんは、やっぱどうしてもこう北朝鮮という一つのテーマがあるんで、どうしてもなかなかこう一緒にできないっていうのがあって、まあ、それでこう分離していくわけですが、まあ、そうするとなんかアジアって言っても、別にアジアのことやらないのにアジアじゃないだろうっていう話もあって、まあ、名前をどんどん変えていくってことになるんですが、で、そのファクトチェックっていうふうになると、どうしてもまあ私一人でどうしようかっていう話になるんですが、ちょっと後々ちょっと説明が前後しちゃってってますが、ファクトチェックを実際やるときに一番の問題は何かというと、何をファクトチェックするかっていうのを見つけるのが大変でして、で、まあ、例えばじゃあ新聞があります、で、雑誌があります、こうそれをこうもう目を皿のようにしてこう見て、これが違う、これが違うってこうやっていくかっていうことになるわけですね。で、実はアメリカはそれやってたんですね。そのいろんな発言をこう新聞をチェックしながら、この発言もおかしいんじゃないかって言ってこうチェックしていく。で、FIJ がですね、曲がりなりにも、まあ、毎日新聞ですとか、いろんなところ、そのメディアにこう関心を持たれた最大の理由というのは、実は AI を使った、その誤った情報の抽出という、そういうソフトを作ることにまあ成功したわけです。で、まあ、これがちょっとそのパワーポイントの6ページ目になるんですが、これのですね、真ん中に赤字でクレームモニターというのがありまして、で、これがまあ、ちょっと非常に平たく、私もあんまり詳しくはないんで平たく言いますが、東北大学、我々の FIJ のその仲間の中に、東北大学の自然言語処理の先生に、乾先生って方がおられて、まあ、私とほとんど年代変わらないんですが、非常に言語処理、自然言語処理のエキスパートとして世界的に有名な方で、で、彼がまあその設計をするわけですけども、何をしたかというと、ツイッター情報の中にあるさまざまな情報の中で、事実ではないんじゃないかっていうような情報が出てきますよね。それどういうことかというと、ツイッターというのは、まあ、皆さんやられ見れば分かるんですけど、ある情報がこう上がります。例えば、新聞にこんな報道があったって言って、こう誰かがこうツイートするわけですね。あるいは安倍さん、あるいは菅さんがこういう発言したっていうふうにこうツイートすると、その下にいろんな人たちが、それは違うんじゃないかとか、それはもうちょっと確認した方がいいんじゃないかっていうようなことをバーッとこう書いていくわけですね。これがまあツイッターのシステムなんですけど、で、その乾先生はそこに目をつけて、そういう言葉を AI が拾ってこう精査していくようになれば、我々が今までこう新聞記事とかをこう見ながらこう洗っていたような作業が、その AI がやってくれると。で、それをまあ実際にこう作り始めて、で、今ほぼ網羅しているような状況になってますね。ただ、ツイッターでは網羅できない部分もあるんで、それも含めて今度は、まあ、こんなテレビでこういう報道があったら、そういうのを付け加えていくという、まあ、人の手も借りるんですが、で、しかも、まあ、当然のように、日本語というのは非常に不可思議な、まあ、反語を含んだりしますんで、例えば、まあ、ある有名な方が亡くなった場合ですね、志村けんが亡くなりましたっていうと、嘘だろ、そんなことはないと、
俺は思うみたいな情報がこうつぶやかれるわけですね。でそうすると AI はそれを本当だと、これは嘘の情報だっていうふうにこう引っ張ってきてしまう。そうすると志村けんが死んでないっていうこうような情報を持ってきてしまうっていう、まあ、そういうような、まあ、あのまだまだこう学習能力が足りない部分はあるんですけど、ただそれも我々がヤフーは違うんだと、日本語ってのはこうそういう時には悲嘆にくれた人々が信じないっていうような情報をあげるから、まあ、それは取らなくていいということを、まあ、1回教えていくわけですけど、そういうことをやりながらクレーンモニターというものを、まあ、私はほとんど使う側で全然あの設計には携わってないんですが、まあ、乾先生を中心のとした人たちがこう作ってくれて、でそれがまあ今、その FIJ のメンバーになった毎日新聞も使ってますし、産経新聞も使い始めているという、まあ、そういうことがあります。でただそれが使い始めたらもうこの1年でして、最初その FIJ が立ち上がってその2017年に総選挙があった時っていうのは、まあ、まさにそういうのはなくて、でまあ、私もどうするかっていうんで、まあ、私はまああの大阪があのに事務所を構えてますんで、まあ、いろんな学生とか本当に素人、まあ、主婦の方もいましたけどにまあ声をかけて、まあ、関心がありませんかっていうふうにで、まあ、来てもらった方と一緒にこうやるというふうにしたんですけども、まあ、いくつかやった中で言うと、例えば、まあ、これが、まあ、本当に記念すべきとは1個目なんですね。まあ、安倍総理が解散理由でこう語ったその税収増5兆円今日は本当かっていうのをまあやったわけですけども、これどういうことかというと、安倍、まあ、我々はその誤った情報を集めるっていうような技術が当時なかったですから、まずはその安倍総理があの時は解散の理由っていうのを説明して、それがまあテレビでずっと中継、まあ、NHK が中継したわけですね。でそれをみんな集まってまあ、こう筆記していって、なんかこうまあ一応録画もした、録画はしてなかったですけど、まあ録音しながらですけどこう書いていって、でなんかこう違うことは言ってないだろうか、これおかしくないかっていうことをまあみんなでこうケンケンガクガクした時に、まあその主婦の方がなんで 2% 上がると5兆円の税収があるんですかってこう言われて、でまあそれはそうだよねとはならないわけね。でなんでだろう、まあそれは計算、なんか計算式があるんじゃないかと。でそれがまあ発端で、それでまあ、 割とこういろんなこうインターネットの情報を当たっていくわけですけども、まあ、どうしても明確な指標がないで、まあ最後はまあ私がまあその財務省に電話をして、どういうことですかっていう、まあ、話を聞いて、まあ、その結果こうファクトチェックしたわけですけども、まあ、別にその安倍総理は嘘をついたっていうことではないんですが、要はまあその 2% ってじゃあどうやって 2% だと5兆円強ってのはどうやって出してるのかっていうことをまあ洗っていったわけですけど、でこれは単純に本当単純な数字ですよね。まあ、皆さんもご存知と思いますけど、つまり前の年の国税分の税収を税率で割ると 1% あたりの税収が出る、まあ、これが2.7 兆円だったわけですけど、 2.7 兆円が 1% 2% だから 5.4 兆円ということで、まあ、5.4 兆円、まあ、これが、記者会見の時は5兆円強というふうに言ったんですが、翌日からの、まあ、新聞の取材なんかには 5.4 兆円というのを答えていてですね、でそうすると、まあ、当然そのようにならないということがまあ前提にあるわけで、こう財務省の人も、まあ、これはあのこうなるという数字ではありませんというふうに言ってるんですね。でも安倍総理はそうは言わなかった、つまり 2% 上げることによって5兆円強の税収があるから、その使い方を皆さんに問いたいんですというのが、まあまあ、表向きのその選挙の争点にしたわけですけど、まあ、それはやっぱ争点にならないんじゃないかと。で特にあの過去2回、この時はたまたまその我々のチームの中に入っているたそのまあ方なんですけど、その京都大学の先生、経済学の先生と親しかったっていうのもあって、その方に、まあ、マクロ経済の先生ですけどに、まあちょっとアポを取ってその説明をしまったんですが、過去その
税収というのはその消費税というのは何回か上がっているわけですね。 3% から 5%、 5% から 8% で、 3% から 5% の時っていうのは確かに税収が上がってるんですけども、ただその同じような計算値を当てていくとそういうふうには上がってないわけですね。でなおかつその 8% から 5% から 8% になるともう逆にまあ当然のように下がってしまっていて、ですからもうどう考えてもそのこの計算値っていうのは合わないっていうことはもう過去の数字からも分かると、まあ、ですからそういうのをまあ我々としてはこうファクトチェックとしてこう出していったわけですけども、でなんか私なんかこう別に主婦の方がこう普通の発案してこう我々にやっていくわけで、まあそのグリップは私はこう握るんですけど、でもなんか誰でもできるじゃないかっていうかですね、誰でもできる以上になんでこれをプロの新聞記者がやらないんだろうっていう、これは割とその後新聞記者なんかで話す時もよくこういうのやればいいじゃないっていう話をするんですが、なかなかやっぱりその選挙戦でその発言をチェックするというのはなかなか難しいっていう話は、まあ、当時もしていましたし、毎日放送でこのファクトチェックの取り組みを取材してもらったんですけども、やっぱり個別の案件についてこう取り上げるのはやはりなかなか難しいってことは言われて、まあ、そういう意味ではファクトチェックというファクトチェックというものがまあ始まって、で大阪 の、 まあその事務所でこんなことやってますみたいなのは取り上げてもらったんですが、なかなか個別のファクトチェックの内容をこう、例えば安倍総理が言ったその 2% を 税率を 2% 上げると5兆円強の税収がありますっていうのはファクトチェックしましたなんていうのはやはりなかなか放送することはできないということはありました。ただまあ不十分とはいえ、まあこういうことができるというのはですね、我々にとってはまあ大きな一歩になったというふうに思ってます。で、まあ、これが最初の総選挙なんですけども、で、まあ、その後にこうちょっと順序立てていきますと、沖縄のまあ選挙っていうのがあって、で、まあ、沖縄の選挙、これはですね、先にお伝えするとこの時に、まあ、琉球新報がかなり本格的にファクトチェックに参加してくれまして、で新聞労連の大賞かなんかを受賞するんですね。ただですね、やっぱりこう我々から見て記事は全く面白くなくなっちゃうんですね。例えば沖縄県知事選挙の時のそのファクトチェックっていくつかあったんですけど、例えば、まあ、その当時その自民党側の、まあ、玉木さんがまあ勝つわけですけど、自民党側のまあ佐喜真さんという候補者が、まあ、今の菅さんの話を通じるんですけど、私が知事になったらその、まあ、携帯電話の値段を半分に、まあ、安くしますみたいな、でこの琉球新報がこう知事にその携帯電話を安くする権限があるんだろうかっていうのをファクトチェックをするんですが、要はですね、誰が何を言ったかっていうのを記事書かないわけですね。つまり誰をファクトチェックしてるかっていうことを明確にしない。例えばそのある候補がこういうふうなことを言ってっていう話になって、これはこうなんだっていう、そうするとまあそれは沖縄の人は読めば分かるっていうのは分かるんですけど、こう一般的に見ていてこう誰が何を言ったか明確じゃないようなファクトチェックっていうのは非常に分かりづらい、読んでてもなんか若干違和感があるような。例えばまあその、安室奈美恵さんがその玉木さんを支持しているっていうのはこれもネットに、出るわけですけども、ただその安室奈美恵さんが玉木さんを支持しているっていうことをファクトチェックして、事実ではないっていう書くんですけど、でも安室奈美恵さんが玉木さんを支持しているということを記事にすること自体がその、まあ、ある種その投票行動に影響を与えるかもしれないという多分琉球新報の判断があって、そうそう、安室奈美恵さんがある候補を支持しているという情報があって、それをファクトチェックするとあるその言われたある候補のそのいわゆるその選対本部はその事実を否定しているっていうのは、まあ、そもそも読んでることで何が何だか分からないような記事、まあ、ただまあそれでも、まあ、琉球新報はまあいろいろこうやる中で、まあ、新聞労連からもまあで単に大賞を取ったというだけじゃなくて、その
我々その新聞老連でかなり密接にやり取りしている中で、彼らがその新聞老連も言ってたのは、その琉球新報がああいうふうにこうやったことによって、特にまあ地方紙の若い記者がそのファクトチェックっていうものをすごい意識するようになったっていうのを聞いてまして、そういう意味では非常に画期的だったのかなっていうふうに思います。で、私はあの、まあ、大阪の私があんまりその沖縄のファクトチェックやってもしょうがないとは思ってたんですが、私はまああの NHK 入って最初沖縄にいたっていうのもあってですね、まあ、その沖縄にはその思い入れもあったんで、私はまあ単純にあのよくあの、まあ、右系の人たちが言うその沖縄に、まあ、そのこれは尾長さんが生前言った発言で、こう沖縄にアメリカ軍施設の 70.3% がまあ集中している、でこれはまあ発言としてあるわけです。これに対して割とこうなんていうんですかね、そのまあ政権寄りの方々は事実がないと、こう数字のあやだ、例えばその自衛隊と共同で運用しているところだってあるんだからもっと比率は下がるんだと、こういうふうに言うわけですけども、まあ、これについて、まあ、私は私なりにファクトチェックして、まあ、70.3% は事実であるという、まあ、これはあの、まあ、防衛省も認めている数字ということで、まあ、挙げたんですが、まあ、つまり、まあ、政権側が認めているんだからこれ嘘じゃないだろうという、まあ、それだけの話なんです。でこういうのもですね、別にそんな難しい話ではない。で足し上げていけば出てくる数字で、まあ、これを、まあ、わざわざその足し上げるぐらいの作業はするわけですけど、これはまあみんなで学生さんと一緒になって足し上げていって、作業ですね。ですから、まあ、あのプロフェッショナルかと言われればその大してプロフェッショナルではないんですけども、まあ、ある意味こう楽しいというか、あのみんなでこうワイワイやるのに非常にいい、まあ、あまりその締め切りがあるわけでもないというのがありますが、そういう作業でしたね。で、まあ、こうした中で、まあ、統一地方選等がありまして、で、まあ、あの都構想の話もこう出てくるわけですね。で、まあ、都構想自体はですね、あの、まあ、今もあんまり当時と状況は変わってないと思うんですが、まあ、私がその都構想をファクトチェックするっていうと、あの、まあ、その時はその時でまあこう参加者を募るわけですけども、どうしてもその反維新の人たちが集まってしまうと。でそうするとファクトチェックとしては、まあ、こう議論してても、どうしてももうその都構想はダメだっていう理屈からの議論になってしまって、なかなかそのファクトチェックにならないわけですね。で、例えばその二重行政っていうのはあるんでしょうかって、まあ、まずその議論して、こう、その誰が何を調べるかって決めていくわけですよ。そうするとみんな二重行政ないっていう、そんなものはないんだっていうところから先に行かないわけですね。そうするとなかなか議論も進まないし、だから調べる必要ないみたいになっちゃうわけですよ。でだからその、まあ、皆さんここ都構想に賛成するか反対するかはちょっと置いといて、でも二重行政がないのに ここまで議論はなるわけないから、まあ、もうじゃああるという前提で、ね、まあ、どういうふうにこう調べるのかやりましょうって、まあ、こういうのがもう延々続くわけですけども、まあ、その中であのこの時は ある意味画期的だったのは、朝日と産経と毎日ですかね、ちょっとあですね、毎日ですね、朝日と毎日と産経が合同で候補者の討論会をやったんですよね。でこれはこういうのはやっぱ非常に助かって、でこの時私は朝日 の今東京に行っちゃいます、当時大阪の県政のキャップをやってた記者に、これはぜひ全文を載せてくださいと。で最初載せなかったんですね。その朝日も、まあ、やっぱりこう、まあ、メインのとこだけこう紙面に載せたんですけど、これはぜひ載せてほしいと。なぜならファクトチェックするのに全文がないとファクトチェックできないって言ったら、まあ、その彼も理解してくれて、でオンラインで全文載せてくれて、まあ、それをじゃあ、まあ、叩き台にしましょうと。で、これでどうなんですかっていう。で、まあ、そのいくつかやったんですけど、まあ、まあ、特に、まあ、この中書いてある程度の話では、まあ、これはまあ一部なんですけど、まあ、見ていただければ分かるんですけど、まあ、例えばよく言われている、その、まあ、松井候補
か当時、松井候補というか、松井さんが知事を辞めて市長選に出るわけですけども、その、東京市がなくなることによって、その東京がその特別区が行われて、で東京が日本 の、その経済を牽引するような力になった。これは今もこの間 の、つい最近行われた討論会でも維新の側の方が言ってましたけど、その、つまり東京は東京市がなくなって、特別区になったことによって投資を招いて、それによって、非常にこう経済的に大きな力になったんだ、こういうふうに言ってるわけですけども、これは皆さんご存知の事実ではないわけですね。別に東京市が亡くなったのは1943年ですから、戦前の話であって、別に戦前の非常に戦況が悪くなっていく中で、そのいわゆる民選で選ばれてた東京市長が非常に政府にとって足手まとい、感染で、いわゆる内務省の役人だった知事に一元化して、いわゆるその空襲対策なんかが打てるようにっていう、それが発端でこう東京市ってなくなるわけですけども、そうした中で23区が作っているその特別区協議会っていうのは実は東京にあって、そこにも取材をしたんですけど、取材をしてこうどうですかと聞くと、どう考えてもその23区になったからこう投資を呼び込んだ、23区になったからこう経済的に東京、日本を牽引する力になったというような研究もないし、実際にそういうような事実はないでしょうという話があって、そういうことをまあ書いていくわけです。これはこの書くと、反維新ってまたこう言われて、そのネット上でこう叩かれるんですけども、私としてはその周り、確かに参加してる人たちはもうほとんど反維新なんですけども、なるべくその過激な発言をやめてもらうのと、あんまりその運動には参加しないでくださいって言ったんですけど、ただ皆さんそういう運動もされてたんで、なんとなくこう反維新のようなこうイメージは定着してしまうんですが、ただ返す刀でこう自民党の方が言っていた発言、柳本さんが言ってた発言もチェックして、ちょっと事実じゃないんじゃないかっていうようなことを指摘をもしました。今回も都構想は私も関心持って見てますが、あんまり当時から議論が進んでないというか、あんまり変わってないっていう気がしています。でもう一つ、その後これは総選挙ファクトチェックなんですけど、ちょっと戻りますが、これその維新というのは割と言ってることはずっと変わってなくてですね、その2017年の総選挙の時もそうだし、その、参議院選挙ですね、2018年でしたね、参議院選挙の時もそうなんですけど、維新は一つはその消費税を上げる必要はないという一つ のテーゼがあって、でその中で何を言ったかというと、いや、そのなぜならその大阪において我々がその血のにじむような努力をした結果、別にその消費税を上げなくても4歳から高校の私学まで無償化を実現しています、こういうふうに言っていたわけですね。これ総選挙でも言っていて、実はちょっとその記事入れたのはこれ総選挙の時なんですけど、これはまあ事実ではないですね。でこれなんかは皆さんこう参加している人間で、その大阪市堺市を含め、その府下の自治体にもう一個一個電話をしていって、そのそれぞれの自治体でどういう、その例えば幼稚園に対する支援、保育園に対する支援が、あるいは高校私学に対する支援、本当にその無償化が実現しているのかっていうことを一個一個調べていったわけですけど、単純な作業ですね。そしたらそうではない、総選挙の時はですね、かなり明確で、維新の方が自治体の長になられているところはそういうふうになってましたけども、それ以外は基本的にそうではないわけですね。
まあ、そう事実ではないっていうようなことも指摘しています。でこれも本当に単純作業というか、もう本当に主婦の方も一緒になってもう電話をしてどうですかっていうようなことを確認していく作業でした。でただこれは参議院の時もやったんですけども、もう参議院の時はいずれにしてももう国がもう年度をまたいで無償化をもう表明してたんで、まあ、あんまりこうインパクトはなかったんですが、少なくとも総選挙の時はこれは事実じゃないっていうことを言ってですね、で因果関係はわからないんですけども、安倍総理のちょっと最初の時もそうなんですが、これも当然自民党答えはしないんですけど、まあ、一応我々はこう質問状を送るんですけど、安倍総理は選挙の後半になってこれは言わなくなったんですね。でこれは私わざわざ東京にって言うと変ですけど、東京にまあ後半の1週間行って安倍総理の演説を見たんですけども全く言わなかったですね。で維新もそうなんですね。これご質問状出して、まあ維新は一応回答しますと言って回答しなかったりするんですけど、でまあ言わなくなるんですね。こう言わなくなるんだけど次の選挙でもう一回言い出すっていう、非常になんかっていうことはもうこれ真っ赤な嘘じゃないかとこう言いたくなるんですが、ただまあ嘘はついてるとは言ってないんで、まあ嘘とは言えないんですけど、まあ事実ではないぐらいのことしか言えないんです。でこの頃は まだそうは言ってもこう手作り的なファクトチェックだったんですが、まあ同時にそのさっきご説明したそのクレームモニターという機能が動き始めて、インターネット上にこう出てくる情報っていうのをこう拾えるようになってきてですね、それがまあこれちょっと入れてますけど、その大阪府知事選でフェイクニュースっていうのがまあこう基地なんですけど、維新の会代表が拡散して加担をしていたと、で指摘を受けて削除。これ何かというとですね、これご存知ご記憶にありますか、この吉村さんと小西さんが争ったこう知事選なんですね。でこれで、関西テレビ その、報道ランナーという番組にこの2人が出て喋った時にこの画像が使われたんですけども、要は吉村知事が、まあ、今の吉村知事ですけど、吉村候補が、カメラに向かって視聴者に喋ってる時に、小西さんがこうやってこう横を向いてたと。でこれはネット上にどうやって拡散したかというとですね、小西は大人げないと、で吉村その、まあ、当時は市長だったのかな、吉村さんにその言ってることを否定されて怒ってそっぽを向いてしまった、もう大人じゃないみたいなこと、これがまあすごいこうツイートされるわけですね。でこれ松井さんもツイートしてたんです。で我々これ別に報道ランナーの番組をまあ、別にこれがたまたま YouTube なんかにアップされてたんで、私もそれチェックをして、で文字起こしをしていくと、これはこういうふうに見るとこう見えるんですけど、ここにボードがあってですね、この小西さんこのボードを見てキャスターと喋ってんですね、だけなの。こうボードにその都構想についての説明があって、でキャスターと一緒にこう見てると。ただ画面はこう吉村さんが喋ってるんで画面を撮ってる、まあ、そこが切り取られてる。で、まあ、これはですね本当にその新しい時代っていうと大げさですけど、これがものすごい影響力を持っちゃうわけですね。そのテレビ局だってこんな切られ方をするなんて想定してないですから、別に吉村さんは喋ってる、たまたま小西さんが横向いてる、そうするとこうインターネットで小西がその吉村にこう嘘をなんかね嘘を暴かれて、でこうやる気を失って横を向いてるみたいな感じで、これはものすごい、ツイートされるわけです。でこれはまあ我々もまあ別に調べるまでもなくこう見ていく、これは事実じゃありませんと。でこれは松井さんにこれをリツイートされてるというのはね、個人じゃない情報をリツイートするってことは問題ではないですかっていう、まあ、質問をしたら、まあ、すぐに戻ってきて、まあ、この時はですね適切に対応したい、非常に誤解を招くようなことをして、
申し訳ない、まあ、申し訳ないとは言わなかったですが、まあ、誤解を招くような行為だったんで、削除させていただきますという返事がいただきまして、でまあ、すぐ削除した しました。で、まあ、やっぱただこういうのはやはり残るわけですね。こうで、これ皆さん、このアノニマスっていうのもですね、これ非常に悪名高いというか、まあ、ほとんど、事実無根な情報をアップして、まあ、特に事実無根なだけでどっちかというとヘイトを助長するような、まあ、情報を流すんで、まあ、こう有名なんですけども、で私ここにも問い合わせをして、これは事実じゃないっていう、どうしてこれをアップしてるんだっていうのを問い合わせをしたんですけども、まあ、返事は、来ないし、まあ、こういうサイトの問題というのはですね、連絡先が書いてないんですね。住所も書いてない、代表者も書いてない。で どうやって連絡をしたかというと、アルバイトの募集のページだけあるんですよ。でしょうがないからアルバイトの募集にこう書いて、まあ、一応アルバイトの募集に対してですから、まあ、向こう見てるはずだということで、こういう情報これはおかしいんじゃないかって書いたら、当然返事はないんですけど、この時はですね、極めて稀なんですけど、こう削除してました。だからまあ極めて小さな取り組みではあるんですが、まあ、こういうことをまあやっていくっていうことはまあ大事なのかなっていうふうにまあ感じてます。でこれがまあ一般的にまあこう選挙の中で、ファクトチェックをした事例なんですけども、で、まあ、ちょっとあともう残り30分しかないんであれですが、でこういう取り組みをしていく中で、例えば西馬さんも前来ていただきました、こう大学なんかでこう生徒たちに、まあ、そのファクトチェックを喋ってくれっていうのは機会が出てくるわけですね。で、まあ、言われれば私も特にやっぱり若い人たちにはこう説明をするわけですけども、その時にやはりその学生からの質問の中に、やっぱりそのなんだかんだ言ってもやっぱファクトチェックって党派性が出るんじゃないかっていう質問というのは非常に多いんですね。でこれはまあ仕方がないのは、さっきも言ったように、その世界どこでもやはりこうどちらかというとやはり保守と言われている人たちの言説の中にちょっと誇張があったり、こう事実と違うことがあるっていうケースが実は多くて、どうしてもそのリベラルの側に立っているように見えてしまうと。でそこはまあ若干しょうがないのかなと思うんですが、もう一つ我々の反省点であったのは、やっぱりその選挙っていうタイミングでファクトチェックをすると、どうしてもファクトチェックイコール政治っていうかですね、政治的なものを取り扱うっていうイメージが出てしまうという、まあ、反省が出て、 で、まあ、できればそうではないもん、例えば、食品の安全ですとか、まあ、例えばその気候変動だとか、まあ、そういう、まあ、あるいはその子どもたちの生活とか、まあ、何でもいいんですけど、そういうようなものでファクトチェックとすべきじゃないかって議論がこの FIJ の中でもあって、でもともとその FIJ 代表していただいているその瀬川さんっていうのも、まあ、科学を担当されてた記者で、まあ、そういう意味ではこうそういう、こう生活に根ざしたファクトチェックとはできないかっていう議論をまあしてたんですけども、これはなかなかですね、その研究者の方とかに声をかけても、その方々の説明自体が非常にこう一般的に理解できないようなレベルの話になっていて、どうしてもその、難しいわけですね。例えばその食品の安全についてっていうと、ちょっとこうまあ、つまり色分けがもうプロになればプロになるほどこう色分けは難しい、難しいからじゃあどう判定していいかわからないみたいな、こうどんどんこう話がよれていってしまって、なかなかうまくいってなかったんですね。でその時に、まあ新型コロナっていう、まあ、状況が出てきて、でこれはですね、世界の動きが非常に早かったんですね。その先ほど私説明したグローバルファクト、その世界 そのファクトチェッカーを集める大会を開いている団体というのはアメリカに あるんですけど、その、まあ、インターナショナルファクトチェックネットワークっていうんですけども、これがこう世界 そのファクトチェックをしている人たちにメディアを中心ですけど、まあ、呼びかけをして、それぞれの国でこの新型コロナに対するフェイクニュースの監視をしてほしいと、でそういうことをこう取り組んで
でそれをその情報をみんなで持ち寄ってこう共有しようっていう話を提案があってですね、でまあ我々もそれをやらなきゃいけないねっていう話になったんですが、これはある意味こう初めてこう政治からちょっとこう離れたファクトチェックっていうことで、ただですね、その我々はそう言っても何度も説明してそれ FIJ 自体はファクトチェックしないんで、どうしてもそのやるっていう、じゃあその立岩さんがやっていただけるんですかみたいになっちゃうんですね。いやでも私もちょっとコロナよくわからないなみたいな話があって、で日本財団にですね、まあ、つまり何かって人が欲しい。でこれまではそのボランティアでやってきたわけですけども、ボランティアでやるレベルってやっぱここぐらいですね。つまり調べればわかるでしょうっていうぐらいなんですけど、ちゃんとやろうと思うと少し文献も探さなきゃいけない。そうなるとやっぱちゃんとお金を払わなきゃいけないってなるとお金が必要だっていうこと でたまたま私が知り合いがその日本財団の理事をやっていて、でこれは実は NHK の時に私の後輩が今理事をやってすごい偉くなっちゃってるんですけど、で彼に相談をしてこうなんとか支援してもらえないかと。で日本財団はですね、まあ、こういう言い方をしたんですね。つまり日本財団っていうのは年間500億の支援をしているわけですね。だからその我々が言ってるまあその数百万レベルなんてへでもないけども、ただその一番お金は持ってるけど一番その査定は厳しいですよと。で査定の根拠として言われたのはですね、やっぱこう社会にどういうプラスをもたらせるのか、それがねやっぱこう説明が難しくて、まあ、それは非常に時間かかったんですけども、要は例えばその救急車を何台買いましたとかっていうのは非常に査定がしやすいわけですね。この救急車がどれぐらい稼働率があるか、例えば、東南アジア、例えばその、ラオスに子どもたちのための病院を作る、学校を作る、これも分かりやすいわけですね。そのどのぐらいの子どもたちが通ったのかとか通院したのか、こう数字が出るわけ。ところがそのファクトチェックをやったことによって世界がどう良くなるのか、数値化はまず無理ですね。でしかも場合によってはこう人を傷つけることもあるっていう、まあ、非常に そこはあの難しいその議論が続いたんですけども、まあ、基本的にはその日本財団としてはこう、まあ、日本財団もどっちかというと、まあ、右側の財団なんで、まあ、その日本が非常に誤解されている中で世界に対してこう誤解されない日本を伝えることができるかどうかっていうような、まあ、まあかなりちょっとこう入り組んだその理屈を作って、まあなんとかあの支援をいただいて、でそれをもとに東京と大阪でまあその学生たちに集まってもらって参加をしてもらって、まあ彼らとその先ほど説明したクレーンモニターを使ってですね、コロナ新型コロナに関してそのクレーンモニターも非常にあのよくできていてですね、コロナって入れるとコロナに関係する、そのちょっと怪しげな情報が全部こう出てくるようになっていて、それを学生たちにこれを調べてこれを調べてこれをやってくれっていうことをやりながら、で、まあ、私がまあ最終的にまあ、指揮をするというとかっこいいんですけど、まあ、もっとここを調べてください、ここをやってくださいっていうことで、まあ、記事化をしていくってことをしたわけですけども、まあ、その中で言うとですね、最初にちょっとあのものすごいあの注目されたのが、あの神先生っていうあの、まあ、有名な、まあ、よくテレビとか出られますし、あの私も非常にあの素晴らしい方だと思うんですけど、まあ、神先生は基本的にこう日本政府の対応をずっと批判されていて、でその中でこう神先生がよく言われてたのは、その PCR 検査がなかなかこう浸透しないって言って、これは日本政府がこれ公共事業としてやっていて、その例えば海外のもっと安価に使えるようなものを締め出してんだということをまあずっと言われていて、で、まあ、結論を言うと、まあ、そういう部分はね多分にあったと思うんですけど、私はその調べたときに、まあ、そういう発言があったり、まあ、雑誌で神先生がこう書かれたりしたのを読んで、まあ、それが大体2月ぐらいやったんですけど、で、まあ、調べてみたら、まあ、実はそうではなかったんですね。そのスイスのロシェっていう、まあ、あの中国での その
その感染症対策に一番使われたと言われているんですけど、これが、まあ、上先生はこれが日本に入らないじゃないかというふうに言われてたんですけど、まあ、実際にはこう入っていて、もうすでにあの国立感染症研究所がもうその検査マニュアルも作っていて、もう全国に配布もして終わっていて、 だからまあそのロシアは 入っていないわけではない。ただ、上先生が言ったようにその公共事業化していて、やはりある段階まではそのいわゆるその感染症研究所が指定したものしか使えなかった、これはまあ事実なんですね。でしかも他のものを入れないという状況がずっと続いていて、でしかしさすがに日本政府もこれまあダメだということで、まあその相前後してですけど、まあ、上先生が発言し始めた頃なのかもしれませんが、2月からまあその段階的にその使えるようにしていて、まあ、今かなりのいろんな PCR 検査のキットが使えるようになっているわけですけど、まあ、こういう事実がありますと。ですからまあその政府が頑なに導入しないというのは誤りだということを言って、まあ、上先生にも電話して、まあ、我々調べたらこうなったんですけどって言ったら、まあ、上先生はかなりちょっとムッとされていてですね、で何かコメントはございませんかって言ったら、上先生は、まあ、ここに書いてますけど、あの上先生が言ったのは、いや私は別にあの人々の幸せが実現すればいいと思ってますんで別に何コメントありませんと言われて、でその後上先生がなんかツイッターでツイートしてると見ると、この元 NHK の記者とかいうのがなんかいい加減な情報をっていうのを書かれてましたけど、まあまあそれはあのそういう反応が来ることはまあ仕方がないけれども、まあ我々としてはまあそのここでも言ってるのは、上先生が指摘されてたことのに事実もあるわけですね。やはりそのやはり国立感染症が、まあ、その後の PCR の流れ見ても非常にやっぱりこうその不必要にこう制御してきて、まあ、それがある種やはり、公共事業、いわゆる公共事業としての独占体としての、まあ、感染症研究所があったんだろうということは伺わせるような状況はあったわけですけども、ただまあ、現実にはしかしもう、まあ、上先生が言ってきたからかもしれないけども、まあ、上先生が発言をしている最中にはもうすでに、使われるようになっているっていう事実はあるっていう、まあ、それだけの我々の指摘だったわけですが、まあ、あの非常にあのちょっとお幹部になられて、まあまあ、これは非常にですね、 あり得るのは、ファクトチェックをやって一番トラブルのは実はそのリベラルな人をファクトチェックすると一番トラブルですね、非常に。あの共産党のファクトチェックとかするともう大変な騒ぎで、あの保守側の人っていうのは割と指摘に慣れてるというか、別にそれは事実じゃありませんと言われてもな、割とこう帰りの面にしょんべんなんですけど、割とこうリベラルの人っていうのはですね、こう指摘されると非常にこうあの感情をあらわにして怒る方が多くてというのはありますね。でまあ、あのそういうその PCR 検査の話っていうのはどんどんしていくんですけど、例えば、補修、まあ、あの PCR っていうのはやっぱり多かったのはですね、やっぱりその政府の発言もやっぱりこうかなりよくわからないところがあって、で例えばその専門家会議の副座長をされたその尾身さんがですね、私も驚いたんですけど、その5月4日なんですよ、記者会見の中でこうおっしゃったんですね、これは良い悪いじゃなくて、まあいいですね、 PCR 検査の数に実はたくさんやってる検査が多い国の方が死亡数が多いっていう発言をされて、まあどういうことかというと、 PCR 検査を多くやってる国は死亡者が多いんだとこういうふうに言ってるわけですね。でこれは本当だろうかっていうことを、まあ、一応みんなで調べてみて、でそれはですね、まあ、単純なんですよ。これもあの京都大学の学生がそう一生懸命やってくれたんですけど、そのオックスフォード大学がやってるその、アワーワールドインデータっていうのがもう非常に精密な数値を取っていて、日々あの世界各国の数字を日付でこう日付をこうバロメーターでやっていくと、その日の感染者数、死者数全部出てくるわけです。でこれでもう洗い出そうと、本当にそうなのか、相関関係あるんだろうかと。でやると分かったことがあるんですね。つまり途上国はそうなんですね。
で、それはね、理屈はね、多分そうなん。つまり途上国、例えばアフリカとか、まあ、中東もそうなんですけど、私は中東いたかはあるんですけど、やっぱり死者の原因特定ってあんまりしっかりしないわけですね、もともと。で、そこに PCR 検査を導入すれば、もともと分かってない原因の中で感染者数が出てくるから、必然的に PCR 検査をたくさんやればやるほどコロナで亡くなった方の数字は多くなる。これは分かるわけですね。多分そうなんだろうと。ところが、ある程度医療体制がしっかりしていて、ちゃんとその死んだ方の死因というのは特定している国、まあ、まあヨーロッパがそうですけど、ヨーロッパなんかになると全くそういうことはないわけですね。だからその PCR 検査が増えたから増えるわけでもない。で、それは常識的に見れば分かるんですけども、まあ、なぜかそういう発言をして、でそれがすごいシェアされて、私もこれはあの記事にしたときに、実は NHK の医療の担当のディレクターからなんかすごい喧嘩を吹っかけられて、何そんなこと、その尾身先生がそんな嘘を言うわけないだろうみたいな感じになってきて、でこれね、なんでこうなったのかっていうのをずっと調べていくと、札幌医科大の先生がそういう相関図を作って出してるんですよ。でこれはね、非常に恣意的なのは、まあ、恣意的って言っちゃ失礼ですけど、たまたまかもしれませんけど、国取ってる国がまあ限定されてるわけですね。いくつかの国を取ってるわけですけど、それはたまたま相関図があるように見えるわけですね。でそれがだから、その PCR 検査を増やすと死亡者が増えるっていうふうになってるわけです。でこれはおかしいんじゃないかっていうことをちょっと指摘しようと思ったら、しばらくしたらその図はやっぱ削除されましたね。でだからまあそういう意味では、あのまあそのこれも別に尾身先生を別に尾身さんを批判するわけではないですけど、ただやっぱりまあ、この時副座長で、その後は政府の専門家会議の会長ですからね、責任ある立場の人間、こういうこと言っていいのかっていうのは、今、非常にやっぱりちょっと疑問に感じたんですが、これは専門家ですね。で、ちょっとすみません、時間もなくなってきたあれですが、PCR のその事実関係をこう調べていくと、非常によく分かるのは、理由は分からないんですけどね。政権に寄ってるとも言わないんですけど、保守的な思考の人たちは PCR について極めてネガティブな思考を持ってるというのは、どうもこうやってると見えてくる。でよくその一定委員会とか出られてるですね、こう中部大学の武田先生という方が、まあ、やたらこう発言をして、でまあ、いくつか我々やったんです、まあ、今ちょっとバトルになってるんですけど、で最初に言ったのは、 PCR 検査というのはその、まあ、つまりそのコロナっていうのはまあいくつかあるわけですね。で、まあ、いわゆるそのインフルエンザもコロナの一種だったりはするわけですけど、まあ、風邪もまあコロナですね。でつまりこの人が言ったのは、いや PCR 検査っていうのはあらゆるコロナの菌を取ってるんだから、新型コロナかどうかなんてわからないんですってこう言ったわけです。だから PCR 検査なんてのは導入したって意味ないんですよってこう言ってるわけですね。でこれ本当にそうなんですかというのをまあチェックして、さあそんなことないんですね。これはこれは中国の発表とか WHO の発表とか、まあ、日本政府の発表も、あと国立感染症もその経緯をずっと書いてるんですけど、中国が1月 の7日の段階で、それまでは極めてその原因不明のウイルスっていうふうに言ってたのが、1月7日に新型コロナっていう、まあ、日本語で言うと新型コロナになるんですけど、というふうに特定をして、で DNA の解析を終えるんですね。で1月10日に WHO とそのシェアをして、それ以降世界にその解析の結果というのは全部伝わって、で日本政府はそれに基づいて PCR を作るわけですね。だからそのほとんど根拠のないこう発言をしているわけです。で、まあ、我々はまあそれは事実ではありませんとこう言ったんですけど、もうとにかく虎ノ門ニュースというところで毎週金曜日にその武田先生は
番組を持っていて、もう徹底的にこう批判ですね。で、批判の中でももういい加減な、つまり我々に反論もしないですね。で、反論してくださいと、どういうって言っても言わない。ただもうとにかくファクトチェックっていうのはもうとにかくその、まあ、リベラルとは言わないですけど、まあ、一方的な、でその時にですね、彼こうも言ったんですね。そのいや PCR 検査ではウイルスの検出はできないっていうのはノーベルその PCR 検査をその発明した人がそういうふうに言ってるんだと。でこれもですね、もう完全なフェイクですね。これあの世界でこう、まあ、最初にこう流れるわけですけども、その PCR 検査を、まあ、あの発見した、ちょっと今名前で出てきませんが、でノーベル賞を取るわけです。彼が言ってるのはそのエイズの検出、エイズ、そのいわゆるその HIV をあのつまりエイズ検査 の, その特定にはそのつまりその HIV の保有そのウイルスを持っている人がエイズだという特定をするために PCR 検査は使えない。なぜならそうですね、 PCR 検査っていうのはウイルスを急速にその数を増やすわけですね。でエイズ患者が HIV を持ってるかどうかっていうのは当然持ってるけど他のウイルスも持ってる。で一番多くのウイルスを持ってる、この HIV のウイルスを多く持っててエイズっていうことが認定されれば HIV ウイルスとエイズとの関係っていうのはマッチするわけですけども、そもそも PCR というのは数を定量的な数の測定には向かないわけですね。なぜなら数を増やしてるわけです。っていうことを書いてる文章を使ってそのまあ、欧米で最初にだからウイルスの特定に PCR 使えないんだっていうのが欧米、まあ、英語で、まあ、流れて、で結局その武田さんはその流れたやつを見て判断をして、判断というかもうざらっと見てこう言ってるだけだと思うんですよ、まあ、そういうことを言う。でそれに対して我々がいやそうではありませんよとこうです、ね、明確に、しかもその英文に関してはロイターがファクトチェックしてこれは誤りだって認定もしていますっていうことも言って、でそれについてまたこういろいろ言うんですけど全然反論はしてこない。こういうことはずっと続いていて、今も虎ノ門ニュースでは、まあそのまあ、いろんなことを、まあ、我々に対してこう言ってくるんですけども、ただやっぱり我々としてはやっぱそこはもう毅然としなきゃいけないとは思っていて、別にその武田さんを批判はしない、ただ言ってることは事実じゃありません。で、まあ、そのうちに虎ノ門のニュースの視聴者の方からも一応こうメールとか来るようになって、まあ、そのあなた方の姿勢は必ずしも我々は支持はしないけども武田さんの言ってることにはやっぱちょっと問題がありますよねみたいなことは言ってくるような人が出てきてると。だから、まあ、小さな一歩であるんですけど、まあ、それなりにこう意味が出てきてる。つまりリベラルと保守っていう こうこれまでの溝も、まあ、若干でもこう埋まることがあり得るのかなと。で最後ちょっとなりますが、そのファクトチェックの中でちょっと大きな動きがあったのはあのまあ、2つあるんですけども、1つはその台湾でですね、河野防衛大臣が、まあ、そのツイート、偽ツイートなんですけどすごい広まるわけですね。これ何かというと、あの河野大臣がですね、台湾から50万のマスクが安着というのは安全に着つきました、安着しまして台湾の安全を祈りますってい う, こうツイートをしているというのがこう台湾でこうものすごい拡散して、でそう台湾はどうかって、台湾というのは非常にあのマスクを管理したんですよね。でその台湾の人々はなんか週に2つしか買えない、で そういう状況にありながら日本に50万もマスクを送っているとは何事だってい う, こう、まあ、いわゆる、まあ、反政府的なこう動きがこうわーっとこう広がっていく、まあ、一つにこう使われたわけですけど、まあ、これはその台湾 の, そのファクトチェックをしている人たちからこんな話があるんだけど確認できませんかってこう来て、でまあこれはもう簡単に私の方から、まあ最初その河野さんの事務所に連絡したら、まあもう向こうももう剣もほろろというかですね、何のことか分かります、ファクトチェック何ですかみたいな、もうほとんど板高にもこう切られたんですけど、まあしょうがないから、当時まあ防衛大臣をやられたんで防衛省の内局に電話をして、いやいやこんなことになって、これ日本の防衛大臣がね、こんな言ってるかどうか分かんないような情報でこう使われてるのは問題ですよって言ったら、まあさすがに防衛省は、まあ危機管理上対応しますと言って、ただ、
河野大臣が個人でやってるものを防衛省が対応するわけにいかないんで、まあ、あの大臣と話した上でちょっと対応を考えますって言って、しばらくしたらそのさっき県もフォローだった事務所から電話かかってきて、いやこんなことは言ってませんみたいな。でまあその事実じゃないで、しかもまあ実際これをあの8月、これは2月の28日の8時20分というふうにまあこう出てくるわけですね。でそうすると河野大臣のツイートにもそれは出てないで確認されたということで台湾の側に伝えたら、まあ、さっき言いましたけどこういうのが出るんですね。そのこの記事の、まあ、どこを見ていただきたいかというと最後の方なんです。これが、この記事の3枚目なんですけど、これ日本語に直すと日本語でも出るんですが、こういうのは出るんですね。その同じツイート上に、これ日本語で書いてあるのが日本語なんですけど、虚偽の情報、独立した第三者ファクトチェッカーによってチェックされていますというのが、まあ、出ると。でこれがこれはツイッター上ですね。でそういうふうに、まあ、台湾ではもう やるようになっているということで、あの、まあ、こういうのがすぐ出るというのは私もちょっと驚きました。こういうのがありました。でもう一つはですね、あの本庄先生 そのフェイクっていうのが、まあ、まずこうインドでこう出るんです。どういうことかというと、まあ、ノーベル賞を受賞したその日本の著名な、その研究者がこの新型コロナというのはこう中国の研究所で人為的に作られたものだということを発表したという、まあ、情報が、インドでまず拡散するんです。まあ、これ世界中拡散したんですけど、まあ、英語ですから。でインドのファクトチェックをしている団体から問い合わせがあって、こんなこと本当に言ってるんでしょうかっていう。でこれはですね、まあ、すぐには京都大学の方に、まあ、電話をして、まあ、確認をしたんですけども、まあ、最初はその京都大学もいやそれは事実じゃありませんっていう言い方をしたんですが、まあ、これ事実じゃないって言ってるだけだとちょっと影響が大きいから、これ事実じゃないならないなりに京都大学としてなんかこう声明なり何なり出した方がいいんじゃないですかっていう話をしたんですね。それなぜかというと、その本庄先生が事実じゃないって言っていますということを大学の人に言われても、それが本当かどうかを我々は確認しようがないわけですね。で本庄先生にはさすがにあの我々のような何か分かんないような団体がですねアクセスはできない。本庄先生につないでいただきたいと言ってもダメだという以上大学が答えるんですけど、でも大学が答えている内容が本当かどうかという確証が我々ないわけですね。だからもしそうであれば大学としてちゃんと正式なコメントを出してほしいと。でそれをちゃんとその世界に対して説明していただければ、それをもって我々ももともとこれインドのジャーナリストから来たものです、ね、インドにも伝えますしって言ったら、まあ、ちょっと対応しますと言って、まあ、まず最初にこう英文でこう、まあ、多分本庄先生とに話を持っていって、本庄先生がまあ英語で書いたのか日本語で書いたのか分かりませんが書いて、それを最初こう英文でこうアップしますって言ってアップされたんで、まあ、それをもって我々もインドのジャーナリストにいやもうこれは明確に否定してますからっていうことと同時に、まあ、我々もこう記事にしてまあこう書いたわけですけど、これはあの驚くほどの拡散があってですね、その私個人的にフランスのジャーナリストからも韓国のジャーナリストからも問い合わせがあって、まあ、その都度いやもう京都大学がこういう声明を出しているということをまあお伝えして、まあ、その訂正をしてもらうと。で、まあ、唯一日本財団が我々を支援してよかったなと思っているのはこれだけだったというですかなり支援をで、まあ、こんなのが山のようにあるわけではないんで、まあ、なかなか次にこんなのがあれば、まあ、我々としては、まあ、美味しいっちゃ美味しいんですけど、なかなかこういうのはないと、まあ、それは嬉しい、まあ、誤算であるんですが、ただ、まあ、こういうことが、まあ、そのファクトチェックとして行われて、で、まあ、ちょっと考えたらですね、不思議なのはですね、例えばその本庄先生がこういうことを言ってるたらすごいニュースなはずですよね。でこれね、面白いのはこれ何て言ってるかというと、私はその武漢の研究所に4年間在籍していて、で今その彼らに連絡を取ろうと思っても取れない、で彼らはみんな抹殺されてるってこう言ってるんですね。
そのフェイクのニュースの中で。で、もし私が今言ってることが事実じゃない、つまり私は中国の武漢の研究所は人為的に作ってるというふうに言っていて、それがもし事実じゃないなら私のノーベル賞を剥奪してもいいっていう言ってるわけですよ。で、いや、こんなことをね、ネットで出回ってることがインドにいる人たちが知ってるということがなぜ日本のメディアに把握できてないのかが私は不思議だったんですね。例えば大手のメディアはインドは駐在してるんですよ、未だにね。だから本来そういうところがやってもいいはずなんです。別に確認すればいいだけの話です。別に我々が電話しちゃってその本庄先生は出てくれないけども、それは NHK が電話したらそれ本庄先生出ますよね。いや私そんなこと言ってませんと。だからなんでそういうことはやれないのか。で、これはその京都大学が、じゃその大手のメディアがこれをニュースじゃないと思ってるか、そうではないですよ。なぜならその京都大学があの声明を出した段階では新聞各社も書いてるわけですね。こういうことがあったからこうだと。だけど本来は京都大学が出す前にやっぱりメディアがちゃんとチェックをして京都大学にちゃんと声明を出すようにこう働きかけをしてやればもっと早くですよ。こんななんかいい加減な情報が出回ることはなかったわけですね。だこういうところでも、まあ、あのやはりそのファクトチェックという名称を使うかどうか別なんですけど、まあ、こう出てきたものについてこう事実を確認するという、ね、作業っていうのはもう少しこう日本のメディアが率先してやっていってもいいのかなと。で、これはですね、 FIJ っていうその感覚がやっぱりその自分たちが担い手ではなくて、その大手のメディア、まあ、大手じゃなくてもいいんですけど、いろんなメディアがやってもらうことがその我々のゴールだっていうふうに、まあ、掲げてるっていうのは、まあ、嘘ではなくて、いや本当にこれはいろんなメディアにやってもらいたいわけですね。で、メディアだけじゃなくてもいいかもしれない。いろんな、まあ、市民グループがやってもいいんですけど、まあ、市民グループはちょっと色がつくんであんまり入ってほしくはないですけど、ただメディア、いろんなその大きいメディア、小さいメディア、まあ、そのテレビ、通信、新聞、あとはインターネット、まあ、いろんなものがあると思うんです。そういうものが、まあ、こういろいろやっていく中でこう情報を共有するっていう、まあ、そういうことがまあできればいいのかなと。ですから、まあ、まだまだ今年その新型コロナでやっとこう新聞がかなり参加してくれたんですけど、まあ、これからさらにこう参加していただけないかと思っています。